はい、馬の丘陵公園でございます。4月の1日の9時20分ぐらいですけどね。馬の丘陵公園は、はい、ただいま桜が満開でございます。桜が全然見えんね。どこ、ここか。はい、桜満開でございます。今日は明日ぐらいまでなんとかね、持ちそうやけど。チューリップでございます。花の名前あんまりわからんからね、あんまり言うと間違ったらいいからね。チューリップが間違ったからそうや。あれなんだ、猫柳ちゃうな、なんだろうね、あれ。真っ白の綺麗やけど、ものすごく。この紫もなかなか綺麗やけど、なんだろうね、これ。はい、花の広場でございます。ちょうど桜が満開でございます。今日4月1日でございますけどね。今9時25分ぐらいですけど、ね、凍ってたんで出だしが悪いみたいやけど、こんなガラガラの駐車場見たら初めてやけどね。全然来るんやけど、ちょっと朝曇ってたんでね、出だし悪かったかな。はい、皆さん、チューリップも桜も咲いてますよ。桜はもう明日がもう最後やね、土日では。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。馬見丘陵公園からでした。